皆さんこんばんは、山崎育三郎です。今夜も始まりました、アイアム育三郎。さあ今夜はですね、ちょっと素敵な空間になっております。ブースが、この方は日本を代表する女性グループの一員であり、そのリーダーです。この方といえば赤、そして笑顔が素敵でエクボが可愛い。僕もエクボあるんだけど、エクボ可愛いですね。うん、嬉しい。で、今は音楽活動だけではなくて女優業でも活躍しているということで、この方をご紹介したいと思います。今日のスペシャルゲストはこの方です。アイアム尾上松也です。やんでやねん、おじさん。おじさんやめてよ。いやいや、おじさんやめてよじゃないんだ。おじさんちょっと帰ってもらっていいですか。ねえ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 、これクラブハウスじゃないんで。違う違う、おじさんで言うとおじさんもニヤニヤするのやめてもらっていいですか。申し訳ないけど、 まずどうしたの今日は。いや、うん、どうしたのじゃないのよ。何どうしたのじゃないの。ちょっと邪魔しないで。邪魔じゃないの。2人きりで今日はいろいろ理由があって来てんの。そうなの。そう、今ご紹介にあった方と。じゃあ言ってもいいけど、あんまり喋んない。いやいや、喋らせろよ。ラジオなんだから。でもう一方いらっしゃるでしょ。はい、じゃあちょっといいですか、ご紹介して。はい、お願いします。ということで今日のスペシャルゲストはこの方です。はい、アイアム桃高菜子です。やった、よろしくお願いします。ももクロのリーダー来てくれました。よろしくお願いいたします。エクボありますよね。エクボあります。両方出る方です。両方出る方です。俺右だけ出ます。あ、それも素敵ですね。ちょっと待つ、入ってこないでね。今入ってないだろ。今今黙ってただろ。お前が入れようとしてきてるだけだろ。見ないでこっち。え、こっち見ないで。見ないではしょうがないだろ、ブースにいるんだから。姉、ね、でもイク知ってる。どうしたんですか。このエクボにはちゃんとキャッチフレーズがあるんですよ。桃田さんのキャッチフレーズ。どういうキャッチフレーズ。自己紹介いいですか。お願いします。はい、エクボは恋の落とし穴、桃田かな子です。好き。おじさん気をつけて。ね、まあ今日は女優として来ていただいたということなんですけど、マッツと一緒にっていうことで。はい、そうですね。そうなんです。どういうことですか。いや、これが実はですね、はい、今度3月12日に公開します映画、うん、救ってごらんという映画で、救ってごらん、はい、2人で初共演をさせていただいたんですよ。はい、あ、映画で共演者ということです。はい、今日はですからその宣伝で来させていただきました。あ、そういうこと？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、目的はそこです。じゃあ待つ、大丈夫かな。もう大丈夫じゃないのよ。いや、まあでも確かに今言えちゃったから、ね。うん、言えちゃったからもう大丈夫。大丈夫。大丈夫。せっかく来たんだからやらしてよ。お二人はもうそうですよね。もう僕はもうこの番組にも、はい、何度か出させていただいてますんで。で、普段もしょっちゅうほぼ毎日のように連絡、昨日も会いましたしね。昨日もあったし、そうなんですね。連絡を毎日取り合ってるんで、もうだんだん話すことなくなってきて。逆にね、興味がなくて。今日はおじさん2人がもう桃田ちゃんのねことを掘り下げていきましょう。マッツーとは結構喋るんですか。まあ、現場でね、撮影中なんかは結構2人だけのシーンバーッと撮ってたりしたんで、いろいろ話してますよ。どうでした、現場でのマッツヤ。すごく現場を本当に盛り上げてくださって、うんうんうん、初主演ということで松也さんが、はい、私も初ヒロインだったので、はい、結構緊張しながら現場入りしたんですけど、うんうん、2人で、撮影始まる前に、うん、なんかスタッフさん交えてバスケットボールしたんですよね、うんうん、やりましたね。バスケットボール、はい、なんか、いや、なんか体育館でその撮影してるところ の、うん、体育館で、はい、共演のお近づきの印にということで、うん、とりあえずバスケしようって。みんなでやろうって。それまでは結構緊張感あって、私もあんまりこうどんな風にお話ししていいかっていうのは分からなかったんですけど、うんうんうん、そのバスケットボールをしてフリースロー対決みたいのをして、はいはいはい、夏だったので、うん、負けた方がアイスクリームをおごるっていうので、うん、みんなで盛り上がって、うん、そこからちょっといろいろお話しさせていただくようになったりとか。それは誰が結局アイスクリーム買ったんですか。松也さんが負けました。松也負けたの。負けました。松也くんね、すぐ負けるんだよ。すぐ負けるって言うなよ。僕もやったんですよ、スポーツ対決を、ね、ちょっと番組で。すぐ負けてないだろ。で、松と野球でもつながってて、草野球でも試合して、松の持ってる草野球チームと、うん、僕の草野球チームで試合した時もこっちが勝ちました。そうなんですね。そういえば負けまくってるな。で、野球で結構仲良くなって、あ、うん、もうプライベートでもお仕事でもじゃあかなり多いんですね。うん、でその野球といえばね、今年、はい、マー君が、田中将大さんが、そうですね、メジャーから楽天に戻ってきますよ。
もうそれだけでもめちゃくちゃ興奮するんですけども、うんうん、なんとももクロちゃんが2月24日にニューアルバム発売されると、そのタイトルは何でしょうか。はい、田中将大です。すごくないですか。どういうことよ。すごくないですか。アルバムタイトル田中将大って何これ。これどういう経緯で。これはですね、ずっと、マー君が楽天時代から、うん、登場曲として私たちの楽曲を使ってくださっていて、はい、で、ニューヨークヤンキースに、行ってからも、うん、私たちの曲を使ってくださったりとか、うん、あとはもう途中からは、こう、一緒に曲を作り始めるように。一緒に作ってたんですか？はい。打ち合わせからどんな曲がいいのかとか、どんな歌詞が、気持ちが上がるのかとか、はいはいはい、あとは、ピッチングしやすいテンポ。はい、とかそういうので BPM 決めたりとかして、すごくないですか。はい、なんか応援できたらいいなと思って、はいはい、一緒に打ち合わせしたりとかで毎回決めさせてもらって、うんうん、何曲もこう作ってきた曲たちが結構いっぱいなってきたので、うん、アルバムにしようっていうことで、はい、もう田中将大という、これなので、私たちが歴代歌わせていただいたマークの登場曲の曲順に曲が並んでいて、ちょっとマー君の歴史とか時代を感じることもできるようなアルバムにもなっていますし、はい、歌詞自体がかなりこう応援歌の要素もたくさん含まれているので、うん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 、たくさんの方の背中を押せるような前向きな楽曲が多いんじゃないかなと思います。で、今回この日本に戻るから作ったっていうわけではないんですもんね。全然知らなくって、もはや知らなかったんですか。はい、知らなかった。戻ることも、戻ることももちろん知らなかったですし、はいはい、これ実はジャケットが、うん、その楽天の、球場で撮影されてるんですけど、はいはいはい、マー君がニューヨークヤンキースのパーカー着てるっていう、なんかすごいなんかコラボレーションのジャケットになってたりとかして、なんかでも全然本当に知らずに。じゃ偶然、偶然です。発売日と楽天戻るよって決まった時期も、はい、いろんなものがこう重なってお届けできるということで、結構盛りだくさんの内容になってるんじゃないかなと。これは面白いですね。これはちょっと聞きたいですし、うん、じゃあちょっと今日は、はい、その田中将大さんアルバムの中から1曲、うん、ぜひ聞かせてください。はい、それではニューアルバム田中将大から桃色クローバー Z で吠えろ。お聞きいただいたのは吠えろでした。この吠えろはいつの時代に作った。これはですね、2,3 年前の楽曲だと思うんですけど、はい、ファンキー加藤さんに作っていただいて、はいはい、で、マー君がその楽天で優勝した時に、うん、あと一つっていう曲、ファンキー、はい、ファンキーモンキーベイビーさんのあと一つでこう球場が大合唱してっていう、結構マー君の中でもいろんな思い出のある一曲ということで、その楽曲の打ち合わせをした時にファンキーさんにちょっと曲をお願いしようっていう話になって、でお願いしたら快く引き受けてくださって作っていただいた一曲なんですけど、なので歌詞にもあと一つっていう言葉が入ってたりとか。じゃあこれからこれが楽天の球場で聴ける可能性もあると思うんですよね。可能性もあるかもしれないです。すごいな。ちょっと、マー君に頼んでチケット取ってもらえるか。いやいやいや、ぜひお願いしたいですね。そこはみんなで応援しに行きましょう。お願いします。いいんですね。いいんですか。我々はそういうのガンガン使いますよ。いいって言いましたね。よっしゃ、行こう。今年行きましょう、うん。それではスカイプレゼンツ山崎育三郎のアイアム育三郎、よろしくお願いします。 FM93AM124 日本放送、山崎育三郎のアイアム育三郎。日本放送、山崎育三郎のアイアム育三郎。アイアム育三郎、今夜は素敵なゲストをお迎えしております。アイアム尾上松也です。アイアム桃田かな子です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、二人は、はい、もう映画で共演した、はい、ということなんですけど、うん、なんて呼び合ってるんですか。え、あ、僕ですか、はい、僕は、なんて呼んでんだろう。でも本当山田さんは、桃田です。あ、ごめんなさい。これいつもやるんですよ、これ。ちょっと私も今ちょっと鈍かったかなーって。いや、今すごい早かったんだけど、どういうこと。これは、何が山田さん。これだから今、なんで急にこれ始めたかっていうと、はい、普段別に普通に本当に桃田さん、とか、はいはい、桃田ちゃんとか、まあ、そういう感じで呼んでるんですけど、うん、撮影中、うん、本当2人の最初クランクインしてすぐ結構2人のシーンが多かったので、うん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 、ずっと喋ってる時に、うん、桃田さんの名前を僕が間違え
あえて呼んで間違えて、うん、それを突っ込むというのをただひたすらずっとやってたんですよ。ずっとやってました、うん、そういうのどうだった？もう嫌だったよね。いやいや嫌じゃない、楽しんでたでしょ。いやいやめっちゃ嫌だったんですよ。しつこいからね、長いから、ね、長いね。それで本当にこう距離が縮まったっていうのは実際あるんですけど、確かにマーツはね、誰とでも距離がすぐ縮んじゃうの。あ、そうなんですね、うん、意外あ、意外ですか。そうですね、最初、うん、一番最初にお会いした時、うん、本読みの時とかだったんですけど、うんうんうん、本当初めまして で、うん、で私も結構何をお話ししたらいいのかっていう感じで、うん、その日ほとんど一言も台本以外のセリフっていうか言葉を発、うん、あの交わさずに。そっかそっかそっか。もともとはあの内向的な人間なんで、基本的にはこう最初かなりこう距離感っていうのは探りながらこう慎重に見るタイプなんですよ。あ、そう。実はいや、行くとかの時はあもうあの共演した時はもうあっという間に仲良くなりましたけど、うん、もう珍しいんです、珍しい、うん、で初め結構構えちゃう。そう、初め構えちゃう。でだからその撮影ちゃんと入るまではそうお互いになんか距離がかなりあった感じはしますね。私も戸惑いながら現場に入った中で、うん、なんかそういう、うん、なんだろう、やっぱ現場をね、うん、こう、うん、盛り上げてくださって、まあ、主演ということで、うん、そうかそうか、はい、でもこのももクロの活動っていうのはもう何年なんですか、デビューしてから。13年目とか、ね、13年、はい、どうなんですかそのグループで、まあ、13年、まあ、その中でいろいろあると思うんだけど、はい、グループでやっていくっていうモチベーションだったりみんなの関係性っていうのは、はい、ああもう学生時代からずっと一緒にいるので、うんうん、本当学生時代からの友達っていう感覚が、幼馴染みたいな、幼馴染みたいな感覚もありますし、うんうんうん、心強いですねやっぱり。な最近なんかの記事で見たんだけど、はい、モンドさんって家からあんまり出ないみたいな。そうなんですよね、私本当に家から出ないです。今もなんか遠くから通う割れてるっていう。今は基本はもう東京にいるんですけど、うんうん、ずっと静岡と東京をこう新幹線通勤みたいな感じで、静岡が、はい、実家なんですけど毎日通ってます。何年ぐらい通ってたんですか。10年近くは通ってます。10年、はい、静岡から通ってももクロ活動をされてたと。そうですね、もう始発にで出てきて終電で帰るっていう生活がもう基本で、うん、すごいな。 そうです。それでも実家から通いたかった理由ってあるんですか。やっぱり静岡の空気とか、うん、なんかそういうのが本当に落ち着くなと思っていて、うん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 、でこっちに来るともう朝から晩までこうたくさんの方、はいはいはい、人とお会いしてお仕事させていただいてくことが多いので、はい、こう一人の時間っていうのが一日の中にその、うんうんうん、移動時間しか ないので、 そこがすごく楽しくて、うんうんうん、通うのが全然苦じゃなかったんです。その新幹線の時間っていうのが自分にとって大事な時間、はい、自分の唯一自分の時間っていう感じだったので、あの全然苦じゃなかったんですけど、うんうん、あのこっちに来てみて、うんうん、あれこんなに楽なのかこっちにいるか。そうでしょ。その時間もね、自分の時間にできるし、はい、できるしとか、まあ、いろんな発見はありますね。でもマッツなんか銀座なんですよ、あ出身が。あ、元々そうですよね、銀座ですよ。銀座育ち。やっぱり銀座にいると落ち着くんですか。いやでもやっぱりそうだね、地元が銀座だから、地元銀座ですよ。地元が銀座。いやいや、もう歩いてここも来れるぐらい、来れるぐらい距離ですよね。うん、銀座とかはやっぱりなんかこうそわそわしちゃいます、うん、します。落ち着かない。落ち着かない。いや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 、銀座。どういうところが落ち着くの、銀座の。銀座は、うん、まあ、やっぱり大人だよね。街全体が。あ、なんかあの、そうだよね、うん、ここ最近は観光客の人も多かったりするから、はい、だいぶあれだけど、僕がちっちゃい頃なんかは、本当に落ち着いてて、うん、品のある人しかいない感じ。どこで遊ぶの、それは。銀座の子供たちは。銀座の子供たちはただね、運動したりする場所はないから、ないでしょ、運動場が。もう、道路でキャッチボールするとか。道路で。そういうことしかないんだけど、ただ、オフィス街だから、一人でこうやって壁に当ててボールとかやってると、帰りがけに、うんうん、その、サラリーマンのお兄さんたちが一緒にやってくれたりするのよ。へぇ、すごいあの、エリートサラリーマンみたいなやつがピシッと決まったお兄さんたちがキャッチボールしてあげるよって。何人もで。そういうのは楽しかったけどね。ちなみに僕どこ出身か聞いてもらっていいですか。あ、どちら出身ですか。高輪です。あ、ちょっと声ガサッとなって。高輪です。あ、はい。
港区高輪です。港区高輪、はい、2人ともじゃあちょっとめちゃめちゃ都会じゃないですか。銀座と戦うんですよ。だからなんかこうスッて仲良くなるなんか、いやでもね、スーパーシティーボーイ感は全然ないです。普通のなんかただの野球少年ってましたよね。僕なんかあの品川の、まあ、品川プリンスホテルあたりって分かる？分かります。映画館の映画館の方だ。はい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 。あの辺で軽泥してました。みんなで、へー、あんまり公園がないからあそこで集まってみんなで鬼ごっこしたり、面白いんですよ。だから僕なんかもビルであ あると落ち着いたりするんで、うん、ちょっと待つの気持ちが分かる。そうなんですね。そこで生まれ育つとね、すごい不思議、まあ、そんなねみんなの地元の話をしましたが、はい、実はこの番組ではゲストの方と毎回歌を歌うというコーナーがありまして、はい、今日ぜひ3人でね一曲お届けしたいと思うんですが、皆さん歌い手でもありますからね、楽しみですね。、はい、この後歌いきましょう、はい、日本放送 FM93 AM1242山崎育三郎のアイアム育三郎。日本放送山崎育三郎のアイアム育三郎。さあアイアム育三郎、今夜は素敵なゲストを迎えしております。松、あ、ごめん、アイ失礼しました。アイアム尾上松也です。アイアム桃田香奈子です。さあ行きましょう、二人と一緒に。今日はですね、お、何ですか。やっぱりマッツーと僕といえばディズニーなんですよ、ね、うん、ああね、うんうん、ディズニー製品、モアナ、モアナとモアナと美女と野獣がやってますので、ね、なんかディズニー楽曲をね一緒に歌えたらいいなと思いまして。なんと素敵な空間。やっぱり女性がいるということはやっぱりホールニューワールドでしょ。いいんですか。いいんですか。いいんでしょ。桃田バージョンのなかなか聞けないですよ。聞けないですね。歌ったことあります？初めて歌わせていただきます。初めてですか。貴重だよ。歌ってそうなイメージはねありますけど。あるある。歌ったことないですね。やっちゃいますか。嬉しいですね。やっちゃいましょうか。ぜひ。じゃあ今日は3人バージョンで。はい。やってみよう。ちょっと失敗してもいいから。はい。わかりました。やってみましょう、とりあえず。はい。それは、ホーリーニューワールド。できた。うわ。すごい素敵だったよ。すごいいいね。あのすごいっすよね。なんか桃田ワールドに全部なっちゃうんですね、うん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 、すごい声がまっすぐだし、すごい魅力的な声ですね。すごい緊張しましたね。初めて緊張しました。はい、お二人と一緒に歌えて嬉しかったです。でもありがとうございました。最高でした。日本放送 FM93 AM1242山崎育三郎のアイアム育三郎。スカイプレゼンツ山崎育三郎のアイアム育三郎、いかがでしたでしょうか。今夜は思え、おい、そこかむね。思えって言ったら、ね、思えさんと、思え、思えさんと、今夜思え松也さんと桃田夏子さんのゲストにお迎えしました。今ごめんなさい、ちょっと桃田さんの方も普通に噛みましたよね。本当、はい、私の方も、うん、なんて言いましたよ。桃田夏子さんもとかって言いました。勝子さん。今思えさん、思えさんと勝子さん今日どうでした。かっちゃんとおもちゃん今日どうだった。おもちゃんじゃない、いやでも楽しかったですけど。はい、私初めましてだった。ああ、そうですよね、はい、初めましてで最後の最後にね、はい、名前噛まれるからね、はい、でも今日は勝子でいきたいと思います。いやでも歌気持ちよかった本当にね、うん、声がまっすぐだから本当に聞いてて気持ちいい。すごい、でもこんな感じで本当にそのまま一発で撮るんですね、うん、あ、びっくりしました。びっくりしました。もうなんか急に始まって。そうなんですよ。もう毎回なんですけど、すごいですね、僕もほぼ毎回初見で弾かされる、弾かされてるわけじゃないけど、弾いてるんですよ。すごいコーナーだな。この緊張感が楽しくないですか。うん、確かに確かにとか、いやドキドキしました。ドキドキしますよね。めちゃめちゃ。でもこの二人のね、うん、歌声が、はい、3月12日公開の映画救ってごらんで聴けるということで。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとこの映画の話をほぼしてないので、はい、本当ですね。今週は、はい、ぜひまた来週。あ、いいですか、はい、ありがとうございます。お願いします。お願い
いします。さあ、そして番組からもお知らせです。スカイのインスタグラムではこの番組の聞きどころを紹介しています。ぜひスカイアンダーバー IT アンダーバーコーポレートを見てください。それと合わせて僕のインスタもチェックしてください。またスカイのホームページではこのアイアム育三郎の模様を聞くことができます。こちらもぜひチェックしてください。最後にこの番組宛てに質問感想を送ってください。集まれ音楽の森のコーナーでは育三郎とリモートでコラボしたい方、電話番号も忘れずにお願いします。メールの宛先は 1936@1242.com 1936@1242.com です。そして夏子ちゃん、明日夏子ちゃんってなってるけど一回も呼んないからね、夏子ちゃんって。ね、夏子ちゃんって何さっきから、うん、かな子ちゃんだから、うん、知ってる、うん、かつこちゃんでいきましょう。でも今日はかつこちゃん、ね、どっちにする。かつこ、かつこでいいです。かつこちゃん、やめよう最後だから、最後だからちゃんとしよう。じゃあももたちゃん、はいはい、ももたちゃん明日日本放送で夜10時から放送のももクロクラブ、はい、はい、今回はですね、うちの玉井と高木が楽しい放送をお届けいたします。よろしくお願いします。ぜひ聞いてください。明日ですね、明日、はい、お願いします。ということで2人、来週もぜひ来てください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、あの映画の話をね、はい、していきたいと思います。お願いします。この時間お送りしたのはアイアム尾上松也とアイアム桃田かな子とアイアム育三郎でした。バイバイ。